菅総理大臣が地方銀行について数が多すぎると発言したことに対し、地方銀行協会の会長は、再編だけが手段ではないと述べました。菅総理大臣は自民党の総裁選で、地方銀行は将来的には数が多すぎると発言し、再編も一つの選択肢との認識を示しています。 再編がそれを解決する地方経済の改善を解決する唯一の方法というわけではないかと思います全国地方銀行協会の大谷会長は菅総理の発言に対し地方銀行の再編は選択肢の一つではあるとしながらも唯一の方法ではないと述べましたまた銀行の数が多いとの指摘には コンサルティング業務による手数料収入の拡大などを探っていくべきとの考えを示しました。